令和元年11月10日三重四日市ドームにて2019東海学生アメリカンフットボール選手権一部二部入れ替え戦、名古屋工業大学対南山大学の一戦が行われます。試合開始17時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホワイトバックスタンド側になりますのが南山大学、2部から勝ち上がったチームです。奥側からレッドのユニフォームが名古屋工業大学、1部からの登場です。この試合に勝った方が来年の1部となります。南山大学キックオフ、名古屋工業大学リターンで試合が始まります。スクランブル、しかし大きく前進、ファーストダウン。ランプレーを展開、キャリア20番、しかしこれは更新できず、4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ターンオーバー。19番パスを投じると見せかけてスクランブル。
からハンドオフから左オフタックル駆け上がり、約9ヤードボールを相手陣30ヤード中央へのランプレー、キャリア20番、しかしこれは名古屋工業大学アジャストし約2ヤードロス。インターセプト、交代は19番、タイトエンド49番へのパス、しかしこれはオーバースローし、このボールを取ったのは名古屋工業大学3番高志交代です。ターンオーバー、このパント、あわやパントブロックでしたが、これをかわしてキック、そのため距離が稼げず自陣脱せず、キック成功、3点獲得。1回です。キッカー34番、相手陣に入ったところからの攻撃となります。パス成功、タッチダウン。クォーターバックドワン、プレイアクションからロングパス、ターゲット81番、これはダイビングキャッチ、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。6点獲得。スクープキック、南山大リターン、南山大学陣45ヤード付近でボールヘッド。クォーターバック19番、オプションプレーで自らキープ、しかしカバーされており、これは5ヤードロス。キャリア26番、ファーストダウン獲得です。ギャンブル成功、ナイスラン、ファーストダウン。中央へのラン、キャリア44番、しかしこれもタッチダウンには至っておりません。サードダウンとなります。ここでホイッスル、南山大後半最後のタイムアウトを使いました。タッチダウン、マンバック40番、三上のダイブプレー、エンドゾーン飛び込み、タッチダウン。6点獲得。パス不成功。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、名古屋工業大学15点、南山大学3点、名古屋工業大学の勝利、名古屋工業大一部残留です。